よーいしょ。皆さん、こんにちは。はちゃもちゃでーす。もくさん。もくさん出ておいで。はい、もくさんでーす。あ、ダメ。これはダメ。ダメダメダメ、もくちゃん。ですね、今回から新たな心、あら。はい、今回から新たな試みとして飼い主の雑談の動画を作っていきたいなと思っております。ラジオ感覚でこう右からね左にこう流してもらえるような動画を作りたいなと思って今回喋っております。で、名前をまだ決めてなくて、定番的に飼い主ラジオか、私が中心、そのもくちゃんが出てこない動画で飼い主のターンっていうのを何個か出したことがあるんですけど、それに習っても飼い主のターンっていうやつで行くのか、もくちゃん楽しい？もくちゃん楽しい？それ行くのか、ちょっとまだ悩んでるんですけど、今回は一応飼い主ラジオっていう名前で、カッコ仮で、やらせてもらおうと思います。よろしくお願いします。で、携帯見ながら喋るの失礼します。何喋るのっていうところなんですけど、もう本当に雑談、もう動画にしてない裏話的なところも喋ろうと思ってるし、じゃあ編集に関してとかも喋ろうと思ってるし、本当にただ私の最近のお気に入りとかこれめっちゃおすすめです。みたいなのをやろうと思ってます。で、もくちゃんは気が向けば出ます。こんな感じで。気が向いたらもくちゃんも出てくれるかなっていう感じになります。なので、こう、気軽にゆるゆるっと見てもらえたらいいなって思ってますね、もくちゃん。あなたはそれが気になるね。こいつなんぞやって思ってる人多いと思うんですけど、私、顔を出す。出さないので、出さないので、なんかアイコン的なぬいぐるみがいてほしいなと思ってこの子を召喚しました。この子の名前は今後つけようかな。めちゃめちゃ可愛くないですか、この子。このつぶらな瞳、まるでもくちゃん。可愛すぎるこれ。後ろ。はい、可愛い。はい、可愛い。はい、もくちゃんはこの子が欲しくて欲しくてたまらないみたいですが、あげません。あなたのものではありませんよ。よしよし。では早速今日の雑談からしていこうかな。まあ今日は、自己紹介的な、そのもくちゃんと出会ったのはどうやって出会ったかとか、動画にしてないけど、子犬を飼うにあたって大変だったことみたいなのをお話ししていこうかなと思います。それではゆるゆるっとお付き合いください。まず動画を始めたきっかけっていうのをお話ししていこうかなと思います。動画を始めたきっかけは、私がもともと YouTube がめちゃめちゃ好きで、ご飯食べながら動画見るみたいな、トイレに行ったらとりあえず携帯で動画見始めるみたいなぐらいずっと YouTube 見てたんですよ。いわゆる YouTuber さんも見てたし、ゲーム実況とか、あと韓国のモッパンの動画とかいろいろ見てたんですけど、で、私が好きすぎて、彼がもう YouTube やってみたらっていう風に言ってくれたのがきっかけです。 YouTube 今始めてる方ほとんどそうだと思うんですけど、編集っていうものを一切やったことがなくて、今、プレミアプロ、Adobe のプレミアプロっていうのを使ってるんですけど、それを触るのは初めてでした。イラレとかフォトショーとかは触ったことあったんですけど、その動画を編集するソフトっていうものに触れるのは初めてでございました。まあ今、普通に仕事もしながらなので編集が追いつかなくって、週に1本ぐらい、出してはいるんですけれども、まあちょっとずつ編集のスピード上がってきたかな、個人的にはぐらいですね。でも週に2本出すのはきちいなぐらいに思ってます。いや、本当に毎日上げてる人マジですごいって思うんですよね。3分とか5分とかの動画を作るために、本当に8時間とか10時間とか、やってない人からしたら、なんでそんなかかるのって思うと思うんですけど、私もなんでそんなかかってるかわかんないんですよね。
本当に本当になんでそんなに時間かかるかわかんないんですけど、編集ってめちゃめちゃ時間かかるんですよね。やってみたらうわめっちゃ時間かかるわっていうのわかるんですけど、はたから見たら完成されたものしか見てないので、あーなんか今回面白いな編集とか、あー今回なんかちょっと手抜いてんなとかあると思うんですけど、裏ではめちゃめちゃ頑張ってるので、実はちょっとお手柔らかにしていただけるとすごくありがたいです。動画を始めたきっかけだったよね、私喋ってたの動画編集について喋ってしまった。あ、動画を始めたきっかけよりも先に自己紹介、本当に自己紹介をしていないじゃないか、すいません。はじめましての方は、はじめまして、いつも見てくださってる方はありがとうございます。はちゃもちゃというチャンネルで、動画を投稿しております。私が編集して動画アップしてます。飼い主です。もくちゃんのママです。よろしくお願いします。もくちゃんはさっき出てたんですけど、こっち向いてくれたな、出てくれるかな。もくちゃん来てください。もくちゃん、もくちゃん来てください。もくちゃん、はい、もくちゃんです。豆柴の女の子、今1歳半、あなたは1歳半になったのかな。1歳半の豆柴の女の子でございます。おいで、おいでよ、おいでよ、はい、もくさんおいでよおいで、なんでなんで、もくさん、そう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 、嫌だもんね、抱っこされるの嫌だもんね。ちょ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 っと頑張って、ちょちょちょっとちょっとだけちょっとだけお昼ちょっとだけちょっとだけちょっとだけ。アメシバの女の子です。はちゃもちゃのチャンネルは主にこの子が、メイン主役となって、動画に出てくれております。今はちっちゃい、おおもしゃん、あ、はい、すいません、ありがとうございましたこれが気になるっていうね。で、何の話ですか。主に、今は子どもの頃の、撮ってあった動画をちょっとずつ編集して上げている状態です。で、今撮っているものもリアルタイムで上げたいなって思っているものはそこにスッ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 と差し込んで、最近のもくちゃん、リアルタイムもくちゃんとして動画を出しているので、そちらもご覧になっていただければなと思います。遊んでほしいの、あ、呼んでほしいのか。そうだね、もくちゃんに遊びたいよね。パパは寝てるからね、今ね。つまんないね。これいけうちは、もくちゃんと彼、もくちゃんと彼と私の3人で今暮らしております。ね。ね。なので、もう実質本当にもくちゃんが子供みたいな感じで一緒に生活、あ!しております。ほい!もくちゃんと出会ったきっかけなんですけど、もともと彼がめちゃめちゃ柴犬を飼いたいって言ってたんですよ。もう犬が飼いたいとかじゃなくて柴犬が飼いたいだったんですよ。なので、引っ越しの、もぐちゃん困る。前に住んでたところはペット不可のところだったので、今回引っ越したところはペット OK のところを条件に探して、もう引っ越したらもう迎え入れられるようにペットショップをね、探しに行きました。で、プロシバになったのは実は私の好みで赤シバも黒シバも白シバもゴマシバも全部シバ犬は好きなんですけど、どうせだったら黒シバがいいなって私は思ってたんですね。あ、ちょっと待ってもらっていいですか、ちょっと待ってもらっていいですか、モクさん、ちょっと待ってもらっていいですか。ダメです、ダメです、すいません、モクちゃんがね今うちにあるぬいぐるみ、触っちゃいけないぬいぐるみで遊ぼうとしてたんで失礼いたしました。何の話してた？ちょっと待って何の話してたかな。ママ思い出すわ、ちょっともくちゃん。そう、私が黒芝がどうせ飼うんだったら黒芝がいいなと思っていて、ペットショップに、まあ最初はネットで見てたんですけど、ね、今すごいですよね、ネットでそのお店の子犬が全部見れて、動画とかも見れて、で気に入った子がいたらその近くの店舗に来てもらえる、その子が買うとか買わないとかじゃなくて、まず相性が合うか合わないか、その子自体が見たいからって言って連れてきてくれるんですよ。すごくないですか。で、うちは別にやったわけじゃないんですけど、インターネットでそういうのいろいろ見てて、あ、この子かわいいね、こういう子もかわいいねっていう話をしてて、
その中で行ける範囲の店舗でもくちゃんを見つけたんですよ。うわこの子可愛くない？で近いからどうせなら見に行こうよって言ったのが一番最初にペットショップに行くきっかけで、行ったらもうメロメロなんですよ。本当に可愛くって、ちっちゃい頃のもくちゃん動画をこの辺にね載っけとこうかな。本当に可愛くって、本当に可愛かったのよ。あなた今ここに、こっちこっちこっち側にいらっしゃるんですけど、本当にか、今も可愛いよ、今も可愛い。でもね、本当に子犬の時もすごい可愛かったので、もう彼がもうズキュンってうーんってやられてしまって、もくちゃんをお迎えすることになりました。なのでうちはすごいペットショップを巡ったりとかはしませんでしたね。見ちゃうと目移りする、悩んでもう買えないってもう彼が言ってて、私ポメラニアンも好きなのでポメラニアンも触らせてもらったんですよ、実はその行ったペットショップで。したらもう彼もポメも可愛いみたいなんでブレブレなんですよね。もう柴犬が飼いたいって言ってたのにポメも可愛いみたいな感じになって、多分ペットショップあるあるだと思うんですよ。したらもうみんな可愛い、もうみんなこの手のひらに収まるぐらいのちっちゃさなんですよ。そこの行ったペットショップは本当にちっちゃい子しか扱ってないようなペットショップだったので、本当にもう片手で乗れるぐらいのもうちっちゃさで、あれはもうね本当に至福の時間でした。とまあそんな感じでもくちゃんがお家にやってきた、本当に引っ越し初日にもう連れて行くってもう彼が聞かなくって、引っ越し初日の家がもうすごい物で溢れかえっている時にもくちゃんに来ていただいたので、それはちょっともくちゃんに申し訳なかったのと、まあね、でも子犬は環境変わるとその体調の変化だったりとか、逆にこう暴れちゃってこう楽しくて騒いじゃって疲れちゃうから、あんまりゲージから出さないでくださいってペットショップの方から言われてたので、腰の荷物をもう整理することって手一杯だったので、まあね結果的にもくちゃんを構う時間はなかったんですけどまあ結果オーライかな。もくちゃんもね出せないし、ゲージから1週間ぐらいは我慢してくださいねって言われました。いやそれがしんどかったですね。まあそんなこんなでもくちゃんとの、3人暮らし、2人と1匹暮らしが始まりまして、今日に至っておりますっていう自己紹介かな。自己紹介になってますか？こういう雑談をしたことがね、本当に何かを発信するっていうことがすごく苦手で、いやじゃあ動画出してんじゃって思われるかもしれないんですけど、あれはもうもくちゃんがメインじゃないですか。で私が何かをこう喋るっていうのがすごく苦手で、順序だって喋るみたいなのとかがすごい苦手なので、まあそれも練習かな、動画でね。もくちゃんね、もくちゃんおいでよこっちに。なんでずっと画面外にいるの？どうせならママ一緒に出てほしいよね、もくちゃんね。なんでなんでずっとそこでママのこと見てるの？出ない？なんかすごい眠そうな顔してるね。眠そうだね、なんか白飛びしちゃうな。まあいいですよ、気が向いたら出てください。もくさんいいですか？気が向いたらよろしくお願いしますね。はいはい、じゃあちょっと失礼しますね。はい、戻ってきました。はい、で、なんだろう、でももう20分ぐらい喋ってんだよな。これをどれぐらいの長さにするかがすごい迷っていて、最初10分ぐらいかなって思ってたんですけど、どうしようかな。でもくちゃんを飼い始めてから一番大変だったことは、トイレのしつけが大変でした。これは多分皆さん通ると思うんですけど、うちは特にケージの中ではちゃんとできるんですよ、この子、今ここにいるこの子できるんですけど、ちゃんとそのトイレシートの上で、ああごめんね、でできるんですけど、外に出ちゃうと、ケージでできても外に出ちゃうとまた新しい匂いがたくさんあって、しかもその時うちカーペットだったので、そのふかふかしたものの上でおしっこしたがるんですよね。
ゲージの外から出した時に一切トイレシートでトイレをしようとしないんですよ。じゃあどうするのって言ったら、もうひたすらトイレしそうだなっていう動きがあるんですよ。まあ、なんかそわそわしてきたなってなったら、もうトイレのところに連れてってあげたりとか、トイレする体勢になったらもうシュッてシートを入れて、で成功したらめちゃめちゃ褒めてあげるっていうのをひたすら繰り返すしかないんですよ。もう成功したら褒める、成功したら褒める、もうそれの繰り返し。なので失敗したらもう何も叱ったりとかしないです。叱らずもう、はい、お疲れ様でした、はい、今日も綺麗な、いい色のおしっこですねみたいな感じで、ただただ処理する、片付けるっていう感じなんですよ。それの何がしんどいかって、やっぱり成功させないと意味がないんですよ。でまずそれを成功させるのがまあ難しい。勝ったことある人はすごい、わ分かるわって言ってくれると思うんですけど、まず私はもくちゃんが初めてなんですよ。ペットを飼うのが、イワンちゃんを飼うのが。なので、今ならなんとなく、あ、おしっこしたいなとかわかるんですけど、当時は全くもってわからないので、いきなりその辺のカーペットの端っこでジョーっておしっこされたりとか、でそれをまた拭き拭きして、でかと思いきやまたそっちの床で、ジョーっておしっこしたりとか、ちょっと軽く私はノイローゼになりかけましたね。ちゃんとしなきゃみたいな感じになって、失敗すると、あ、もうなんで私をちゃんと見ていられなかったんだろうみたいな、あ、もくちゃんそろそろ覚えてほしいみたいな感じで、ちょっと危なかったですね。私はですね、私はですけど、なので頑張りすぎはすごく良くないんですけど、でも失敗させちゃうとその子が覚えるのが遅くなっちゃうので、そこはもう努力ですよね。あと、根比べ。どれだけ忍耐力を持ってその子と、こう、トレーニングができるかっていうところが、すごく大変でした。で、もくちゃんは、なんか、もともと、珍しいんですけど、吠えないんですよね。なぜでしょうか。多分ペットショップの時にもうそのスタッフさんが多分ある程度しつけをしてくれてて、本当に無駄吠えをしないんですよね、もくちゃん。ねえ、もくちゃん、あなた吠えないよね。こっちおいで、はい、いらっしゃい。本当にね、吠えないんですよね、本当に。ダメだって、これは。ここに、こっち側に、この手前に取り上げたぬいぐるみがあるんですけど、それが欲しいみたいです。ダメです、それはあげません。私の大事なぬいぐるみさんです。なので無駄吠えはしない。なんか今みたいにキュン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 みたいなのは鳴くんですけど、ワンって吠えたりはしないので、遊んでほしいそうです。ワンって吠えたりはしないので、そこはすごく楽でした。多分こう他の方だとケージに入れた時に出して出してっていう、こう要求吠えっていうんですか、とかがすごい、夜中とかだとアパートで他の部屋の方に迷惑だからって言って泣かせると大変だから出しちゃったりとか、いろいろあると思うんですけど、うちはそういうのがなかったので、それ以外のしつけを頑張っていました。あとは今アパートマンション、ちょっと私はその区分が分かんないんですけど、アパートに住んでるんですけど、ペット科のアパートに住んでるんですけど、壁はやられます。これから買う方に本当に一つ言っておきたいのは、ケージは壁から離してください。もう一回言いますよ。ケージは壁から離してください。うちはやられました。お留守番しててもらって、どれぐらいの時かな、ちょっと覚えてないけど、割と本当にもくちゃんが来たばっかりの時に、やっぱ引っ越したばっかりで足りないものが多くて、じゃあちょっと買い物に行こうって言って、ちょっと待っててね、行ってくるねって買い物に行ったら、帰ってきたら壁がベリベリってなってて絶望しましたね。本当に、あ、こういうこともあるんだと思って、最初はこう噛んだりとかするから家具ボロボロになるよって聞いてたんですよ。でも壁かと思って、
でもインスタとかうちよりももっと派手に壁ボロボロにされてる子も見たし、まくちゃん狂犬病とかワクチンとか全部終わってお散歩し始めて、あのご近所のワンちゃんと会ってちょっといろいろお話しした時に、まだ子犬なんですってお話をしたら、あ、壁とかなんか家具とか大丈夫ですかって言われて、あ、もううちやられましたみたいなこと言ったら、いや、うちも壁ボロボロにされてみたいなことを言われたので、あ、まあそれはもう子犬あるあるなのかなと思って。そのお話しした方はフレブルだったんですけど、フレンチブルドッグやられるみたいです。なのでこれからワンちゃんを飼おうと、子犬を飼おうと思っている方、あの全てのワンちゃんではないと思うんですけど、用心に用心はした方がいいと思うので、まずケージから壁を離してください。うちはケージに入れてて、届く範囲の壁をこうガリ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 ってやって、ビリビリってされてたので、まず離しておけばお留守番中は大丈夫かなみたいな感じなので、頑張ってください。はい。そんなエピソードいっぱいあるの。そんな話してたらもう30分撮っちゃってるな。さすがにこれぐらいにしようかな。こんな感じで、本当にもう一方的に私がどんどん喋っていくみたいな感じになるかなと思います。こんな感じかな。ちょっともうゆるゆるしすぎて収集がつかないんですけど、まあ第1回目だしこんなもんかな。ね。ちょっと次回までにこの子の名前を考えておこうと思います。何しよう。可愛いなお前は。本当に可愛いと思う。何より立ってくれるのが素晴らしい。素晴らしい。はい、ではそんな感じで第1回、飼い主ラジオ過去仮この辺で終わろうと思います。あ、もくさん、あ、もくさん来てくれます？もくさん最後だしちょっと来てくださいよ。はい、では第1回飼い主ラジオ以上になります。ご視聴ありがとうございました。ご視聴？ご成長？わかりませんがありがとうございました。面白いなと思っていただけた方はぜひチャンネル登録と、グッドボタンとか、あとコメントをいただけるとめちゃめちゃ嬉しいです。私はめちゃめちゃ見てます。あのまだねそんな初めて少ないんであれなんですけど、もくちゃん、いいえ、もくちゃん、もくちゃん、かまんないな、なに、かまんない、かまんない、リクエスト等々あればコメントいただければすべて見ておりますので、ぜひぜひコメントの方もよろしくお願いします。いっか何喋ったらいいか分かんないや。まあ、1回目なんでちょっと許してください。こんな感じでゆるゆる飼い主ラジオカッコ仮やっていこうと思うので、今後ともよろしくお願いします。普段は、もくちゃんの動画を上げております。たまにこういう風に私が出しゃばってくるので、よろしくお願いします。あー、もくさん。あー、もくさん。入っちゃいますか。はい。というわけで、また、よいしょ。また、よいしょ。はい、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。あー、入っちゃった。